最近もうずっと何車に始まる時って絶対車にでも家車かで何基本的に高速やねん危ないわ。なんで名古屋かっていうと俺らは今モーニングをしたいと思っております。もうお腹空いてんけど。お腹空きすぎて昨日の晩から何も食べないようにしてます。普通やな。普通か。夜ご飯以降何も食べないってことやろ。ちゃんと夜ご飯も食べたい。今回はモーニングはしご旅、名古屋でお酒飲んでじゃんじゃんなんとかしようの一泊二日ならないということでね、動画は多分ね、1泊2日あるんで7本ぐらいに分かれてると思うんですけど。私長いな、7本もいらん。飽きずに見てもらえたらと思います。飽きる飽きる。ということで、とりあえずモーニング着いたらまた連絡します。なんかあります？なんもないわ。ほなね。ほなセアブロハウス。いただきます。何から食べよう。サラダ。いや、まずはカルピスやろ。体にピースね。うん、濃い濃い。めっちゃ濃い。元気、うん、俺もサラダ食うよ。ごまごまだれ。めっちゃ腹減ってるわ。うま、腹をすかした甲斐があるわ。早起きした甲斐があるの。おいしい。うんうん、コシある。てか、塩で結構ボリュームあるの。めっちゃでかいな。めっちゃうまっ。一回交換したい。絶対こっちの方がコシあんの。ごめんやけど、うまーって言うんじゃん。うん、おいしい。うん、おいしいおいしい。最高やん、安すぎやん。ほんまに天むす。エビやんな。エビちゃう。うん、うまっ。じゃあ私ちゃうおいしい。めっちゃうまい。なにこれ。プラスチック。卵の殻。タケノコの皮。おいしい。天むすうますぎ。食べ放題してほしいぐらい。ぎんなんと思ったらコーンやった。コーン入ってるの珍しい。茶碗蒸しのぎんなんってさ、大人になってから食べれるようになった。てか俺ぎんなんがそうよ。茶碗蒸しの具自体を食べれるようになったのが大人になってからかな。子供の時とかさ、卵しか食べてへんかった。え、ドーナツ美味しい。うん、何これ。サーターアンダギーみたいな味する、うん。冷えてもカリッとしてる。サクサクめっちゃ、うん、組み合わせはまずいけどな。マジで京都店できひんから、マジで毎日行くわ。何これ、天むす一口。いや俺は一口。美味しい。うん、普通にちくわって感じ。泣けるそれ。めっちゃ腹減ってきた。オクラ食べたらけど、なんか絶妙な量かもしれない、うん、な。これ以上食べたらあかんと思う。ちなみに飲み物はカルピス。子供用って書いてあるで。ちゃんと飲む。1日いっぱいって決めてんの。え、次飲むときはそれブラックコーヒーな。で、飲んでもええねんけど、気持ち悪なるっていう怖さな、うん、それを思ってんやったら絶対飲む方がいい。明日別にならへんからいいねんけどな。むしろ飲みたい早いから。飲めや。なんでアイスティーや。買ってんの。なんでやねん、なんでコーヒーとカフェオレ一緒やと思ってんの。原材料一緒やろ。これなんでネギ入ってんの。だよね。おい、誰が入れてん。あのゼリー見たことない。ゼリーオレンジゼリーか。ワンコインっていうのがいいな。はしご4軒ぐらいできる。時間的にはな。いや、腹的に謎のゼリー食べる。なんでネギ入ってんの。ごちそうさまでした。あれ、名古屋旅行始まったの。セアプロ無料だもんな。とりあえず飲もう。そうね。うまうまミルクやもんな。うま、うん、今なんかチョコレートを飲んだかも。美味しい。コーンスープかな。美味しい。ちょうどいい量やな。木の実チコやつ。テキーラちゃうね。大丈夫、キュウリ入ってない。そんな硬い、うん、団子入ってる。へ、うん、おもち甘い。味噌味噌ね。このまま食うわ、とりあえず。お、わ、これおいしい。何やねん、どこが見え。別で食べたらいや、マジそっち系みずみずしい感じ。わかる、味じゃない、食感。うん、あの沖縄の感じ。はいはい。生食パン
馬肉くそうまい。シャレとる、いちいち。聞いたことない揚げ物ばっかり。えぐえ、これって何かけんの？つけるんちゃう？ちょんちょんって。つけたろ。なあ、めっちゃあるよ。うまい。これは並ぶわ。さっきの天ぷら定食より安い。さっきので安いとか思ってたけど、これむっちゃ安いわ。ライスコーヒーして400円で超えたからそうだ。そうだよ、激アツやん。ドリンクを選んだからさ、800円とかになるけどさ、なんでもよかったら安い。めっちゃベイちゃんちょっと、しょっぱいな、うん、あーこの味な、カレー餅うまいわ。ほんでそれ黒味噌塗んの、バターもついてる。うお、さおしとる、うまっ。こっち見ていい、うん、うまいの、わかる、うん、バリうまっ。おいしい。てか飲んだ身よりうまない。耳は飲んだ身の方がおいしいかも、うん、でもおいしい。みずみずしいな、もちもちのバターに弱い。並ぶ覚悟でいたけど並んでよかった。並ぶ店やわ。てかこれコーンポタージュつけたらうまい。うまない一気飲みすなよ。癖で何のいつもの。いつも遅いやん、飲むの。なんで今日に関して早いの。なんでこれだか、ちょうどいい温度やったし。いつもさ、俺注文ミスるやん、うん、俺の方があかんやつやん。今日は俺やん。両方あるやん。両方あるけど、どっちが当たりかってこっちやろ。うん、まあ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 、この食感ほんまにうまい。持って帰る。あと2軒はしごできんやん。今食べへん。本当にさ、これタレ合うの。今つけたくないけど。もっとつけろって。うん、あそうだ、何でいいの。でも今日は日替わりやから、これやったけど常にこのパンじゃないか。私の中で合わん。いや、俺も頭の中でやったけど合わへん気がする。つけたくない、さっき。つけて食べたくない。ベーグル、うん、俺つけて食べたで。そしたら俺つけたっけ。つけてたね、私より先に。またまた。てかベーグルも意外とでかいよ。普通に向き入ってるから、なんかどっちがとか言ったけど、お腹いっぱいやん、ベーグル。最後も全部つけるわ、体に悪い。めっちゃ、そう、普通やろ。悪いやろ。最後食うときにポテサラに入ってんやろ。どついたろ。どつかんねえ。ごちそうさまでした、ぬき。ごちそうさまでした、ぬき。なんかめっちゃ車走らせてたら、なんか駄菓子カンパニーとかいうとこ、愛ちゃん行きたいとか言い出したんで、いっぱい買おう。何まで買う？300円。いや、大人やし。うまい棒30本しか買えへんやん。1000円まで。1000円までな。しかも名古屋ではめちゃめちゃ有名らしいわ。ちょっと調べて来たかったし。めっちゃ長かった。名古屋の運転むずい。緊張すんの？ほんまする。何車線あんねんいう話やが。行こう。いや、もうちょい見よう。どっから？ほな、行ってきまーす。2万円買ってきます。はい、めっちゃ豪だで。声がもっといってるって私思った。いや、俺なんやったら500円や思ってたら、レジ行ったら1170円やと。私1108円。びっくりした。ちなみにこれジャニオタ出たで。そのまま感じにもなかったから。キンプリ誰狙いかやな。レン君、永瀬レン狙いです。出るのでしょうか。ゆきしくん家に貼ろう。どこにあんねんこれ。デカシール。ほんでビッグシールで食パンぐらいあるやん。岸くんっていっちゃん外れ。2番目に外れかな。なんかでも楽しかったな。懐かしい、うん、久々にこうちゃんと駄菓子見たけど、まあ値段も変わってるけど、もう忘れてた記憶みたいなのが結構蘇る。あー、これあったなみたいな。え、ちょっとパッケージちゃうけど、いや俺らの時これ20円やったけど今40円やとかもあるし、逆にあ、これは値段変わらんねやみたいな。もうちょっと大きかったみたいな。そうで、俺の一番のおすすめは、うん、占いのやつ。これなんですよ。これ私も買った、このゼリーな。チャキーン。これも夏いな。うん、逆向き、逆やな。私はあ、でもこれ結構好きやねんけど、これ。あー、ブクブクダイヤキな、うん、パフみたいなやつ。賞味うまい。カプリコみたいなやつやろ。そう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 。高かった。50円っていうのはちょっと俺は手が出せんかった。見たことない。何酸っぱいガム。これほんま3人で食べるやつやねんけどさ。誰か呼ぶ。誰呼ぶ。名古屋の連れ呼ぶ。誰がいる。朝倉みくるとか友達なんや。あとはこういうのとかもさ、この味知らんくない。ブルーベリー味。うまい。シガレット知らん。だからいろんな味あった。あったあった。だからなんか懐かしさを求めずに新しさを求めてしまった。俺も結構挑戦したで。レシートこんな長い。こんなん買ったら普通コストコやったら3万6万ぐらいいくやん。いや、物によるやろ。このヨーグルト味初めて見たから、これは食べたいなと思いましたね、うんうん、けど今からちょっとチャーシバクから俺は忙しいんで、すいませんけどちょっとこの辺でおさらばします。さよなら。夜当てにできるやん、お酒の当てに。ああ、ヨーグルト餅とかな。そう、ゼリーとかな。そうそうそう。それではまた。セアープロ。
ダハワやな。雨降りすぎ。ちゃんと降ってる。天気予報当たらんでええのに。頼むわ。誰に？石原良純。ではこの辺でおやすみなさい。寝んな。なんで寝れんねん。なんでって言ったら。俺も眠いで。なんせ俺ら今日は5時起きやから。今の時刻は1時半。なんかもう私4時ぐらいの感覚やねんけど。マジで4時ぐらいの感覚って何時の感覚今？6時半。明るさ的におかしいよ。夏の6時半。ね、名古屋混みすぎ。ね、今5車線の一番右に。4。ちょっと盛るくせやめや。1もんの分かんない。名古屋の人は分かるやん。5なんか分からへんわ。名古屋そんな関西弁なの？関西出身だっているやん。寿司。寿司か、お寿司。今日寿司食べよう。いいよ。メネギな、今日も。この間口開かなかったから。メネギ食いたいな。メネギかジンギスカンか沖縄料理か、みたいな。もっと名古屋っぽいの食べ。名古屋っぽい飯ってけど、酒進まんやろ。味噌とか、手羽先とか。手羽先はあり。けど山ちゃんしかないやろ。どうなの？山ちゃんうまいけど。あと、あれあれあれ。エビフライとか。エビフリャ。エビフライ。ライはおかしい。ライ。変な言い方なだけや。この人めっちゃ濡れそう。かわいそう。濡れそうってか、絶対濡れてるやん。なんでこれでかろうじて濡れてると思ってんの？避けてると思ってんのこれ、雨。絶対無理やん。あ、わかった。競馬買おう。まだ間に合う。いや、あんの競馬場。いや、あれじゃん、中京。あ、中京な。中京。うん。どこにあるやな。でも絶対通そう。確かに。この街中にはないやろ。金幕の日曜日。3回ぐらい待たない。いや、ほんまに車の数がすごい、名古屋は。運転難しい。最近沖縄に慣れてたからさ。いつの話をしてんの？なんで俺沖縄の運転も慣れたって。名古屋はまだあんま踏みにじってないやん。どういう言い回し？せや、堺にや。ガムでも食べようかな。なんでやねん。眠気覚まし。なんで眠いね。いや、眠いや。眠いね。ホテル行ったら一旦休憩しようか。今日のホテルはほんますごいから、この動画を飽きた人はそこまで飛ばしてもいい。ホテル俺らが行ってそのルームツアーだけは見てほしい。お願いします。終わった。エアプロハウス。倒れそう。甘い。ざわざわしてる。苦手。コーヒーはどんな味？無理やろ。刺すんじゃん、横から。一緒に行くんやろ。あ、美味しい。むっちゃ濃厚。めっちゃうまい、ほんまに。これご飯にのせて食べれるかも。気持ち悪いことやめてきて。これ今かけるの？ゼリーが出てきたから。え、めっちゃいいやん、これ。え、俺めっちゃ好きやねんけど。え、ざわざわせん。ほんません。あんま分からへん、その感覚。ざわざわって胸焼けしそうな感じ、わかる？一生食うですよ。いいよ、食べて。え、もう終わり。こっち食べて、こっち食べて、へっつっていっていいよ。苦手か。ざわざわする。言ったら、触ったら分からないけど、皮膚の中が鳥肌立ってるみたいな感じ。今もジンギレた瞬間。マジで？ケーキ1個2個食べた時とか、ドーナツ3個以上食べたりとか。水で流し込みたいみたいな。なっちゃったんやろな。誰か共感してくれる人いますか？浩平君には分からへん感覚かもしれんな。分からん。めっちゃうまい。濃厚すぎる。すぎてかもしれん。うん。こんなうまいクリーム食ったことないぐらいうまい。じゃあコーヒーちょっとちょうだい。うん。ちょうどいい。一緒やろこれ。なんやったら俺さっきの食パンにこれ乗せて食べる。いや、擦れたりちょうどいいかもしれない。これ普通やったらさ、溶けてくる。普通やったら全然ビクともしない。全然進みませんやん。コーヒーヒゲ生えてんのぐらいの感じ、わかる？ヒゲ生えてきてるんちゃうかみたいな。ゼリー行きたい。ゼリー行きたい。まだ無理やね。溢れるやん、うん、絶妙な甘さ。ワンコ生クリームじゃねえから。私、甘党じゃないわ、全然。あ、この状態で焼き鳥食べたい。早ない、今。ナイス。今やろ。コーヒーない。ラーメンでスープ先飲んだやつ。びっくりした。そんなやつおる？俺そんなのね。疑ってないよ。じゃ飲みすぎやろ。切れてんねん。しんどくなってきた。いつも言うけど、腹いっぱいとか言ったら俺もう映んねん、俺はほんまに。いや、私もいけると思ってんけどな。一口目にもうゾワゾワしてて。コーヒーゼリーちょっとちょうだい。うまっ。うまいな。こんなさ、硬い生クリームはさ、家ではさ、作れへんけどな。めっちゃ冷やしながらちょっと混ぜんの。え、これどれぐらいほっといたら溶けるのかな。え、マスキ。なんで思ってないねん。これまでコーヒーゼリーあるし、まだ大丈夫や。こっちないやん。ないんちゃう、飲んで。もともとないみたいに言うけど、飲んだしないで。時間かけたら食べれる。いや、駄菓子持ってきたことある。かば焼きさんも来てる。カルパス食いたいよ。米だの豆でもあるから。え、カーレックの思い出やん。俺だってここもらって、今ここやもん。俺も甘さだんだん弱いで。ためんねん。あんま食う回も減るやん。限界が来て酔います。
飽きそうです。こんだけが食べれません。そしてこんだけがなくなりません。でも生えてたな。インスタ映えはすごい。店も生えてるし綺麗やな。風情あるっていう。もう限界。もう愛ちゃんの分も俺食わなあかんし。さすがな、まとうの俺も。最高。ラスト一口やな。ユッケ食いたい。ユッケ食ってキムチ食ってタバスコ飲んで醤油の風呂入りたい。ギリギリ。何回つくの？やって。クリームに呪われてんの。ご参照。たぬき。次今日の80歳。私寿命短いから多分80歳も生きれへんかもしれない。105歳。生きるな。かなりすごいですね。どうですか？かなり寒いですね。来てこんでよかった？大丈夫。今なら戻れんで。酒飲み倒すわ。40杯は飲むわ。めっちゃ繁華街。酒井ってそういうとこやろ。だって雨がすごいんですわ。何より。なかなかね、カメラが撮れないですね。めっちゃヒート多いな。ヒート。めっちゃ東京やん。めっちゃうまいと感じる。一口悲しながらめっちゃ美味しかった。わかる。いい感じか。めっちゃ漏れるんやけど。